こちらは JR の車両試験走行する実験施設です。今日公開されたこちらの模擬車両、実は水素で動くんです。2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、 JR 東海が開発を進める水素で走る車両、今日は試験装置の上で模擬車両の車輪を回し、加速と減速を繰り返す試験を公開しました。モーターの動力源はトヨタ自動車が開発した燃料電池、水素と酸素を化学反応させて発電する仕組みです。特急ひだなどに使っている車両のハイブリッド技術を応用し、蓄電池と組み合わせて車両を走らせます。全体 100% でいくとまだ 1% に満たないのかなというふうに考えてます。やはり山間部ですと、水素をどうやって持っていくかとか、どういう貯蔵をするかとかですね、そういった地上のインフラの設備についてもまだまだ課題があるのかな。 JR 東海は実用化に10年から20年程度かかると見ていて、来年にも試験を行う水素エンジンや、すでに開発を進めているバイオ燃料などの車両と性能を比較し、採用する動力を見極めるとしています。